新多数派党首を務めるミシェル・バチェレ新多数派とは2013年に結成されたチリの政党連合。同年実施の同国大統領選挙にて、ミシェル・バチェレ候補を支持、当選へと導いた中道左派政党から構成。6年以内に教育の無償化を目指すほか、男女の賃金格差是正に取り組む。かつてコンセルタシオンデモクラシアに参加していた主要4、政党に加えて、 地理共産党、市民左派や、拡大社会運動、革新系無所属から構成。新多数派が擁立した第一次大統領候補2013年4月30日、地理選挙管理委員会に登録。6月30日には、予備選挙を実施し、社会党所属のミシェル・バチェレが73%の、得票率を得て、無所属のアンドレス・ベラスコやキリスト教民主党所属の、 クラウディオ・オレゴ、旧新社会民主党所属のホセ・アントニオ・ゴメスを破り、大統領候補となる。大統領選挙は11月17日に行われたが、即日開票の結果、過半数の得票に達する候補が出なかったため、バチェレと中道右派の独立民主連合に所属するエベリン・マテイ候補の女性二人による決選投票にもつれ込むこととなる。 12月15日実施の決選投票では、バチェレガマテを破り、4年ぶりに大統領に返り咲いた。なお、11月17日の大統領選挙と同時に、行われた上下両院議員選挙の結果、新多数派が、現有議席を上回り、両院において、過半数を獲得。ありがとうございます。